変な焼肉屋が勝手に僕の顔をなんかコロッケに変えて宣伝として使ってたんですね。終わりましたね。まあ、こちらちょっと貼ってみます。こちらです。これがなんか無断使用されてて、これはやばいでしょっていうことで今動画撮ってるんですけど、まあ、そもそもそのなんか僕のまあ肖像権というか、まあ、よくわかんないけど、その僕を使うのって結構案件としてワンクールとかもう何百万とか何千万とかのレベルなんですけど、はい、本当半年とかになってくると、うん、それを勝手にやってて、しかも悪意のある加工をしてるということで、まあ、これふざけてるなということで今動画撮ってます。インスタ名が肉焼き食堂森進本店っていう、兵庫の明石の高級焼肉みたいなんですけど、とりあえず勝手にね、僕を使ってこういう宣伝をしていると。これやばいっすよね、普通に。結構ひどいですね、これは。これも訴えてもいいぐらいのレベルなんですけど、はい、めんどくさいんであれですけど、こんなことを無断でやってる焼肉どうなのって話ですけどね。うん、びっくりしましたね。ちょっとひどいな。ちょっとひどすぎるよね、いくらなんでも。びっくりしたな。まあ多分びっくりしたから100件ぐらい来たんでしょうね、メッセージが。これおかしくないっていうのが多分視聴者の意見として合ってて、まあすごい送られてきたんだと思うんですけど、まあちょっと迷惑な人でしたね。はい。もうなんかせっかくうまかったらもったいないことしてるなっていうか、まあ、うまくないからこういうことやってるんでしょうね。売れないからこういうのやってると思うんですけど、まあただね、この動画の賞が回ったのが、ワンチャンこの僕が動画にすることによって、なんかすごい注目度がいって、まあインスタとか多分みんな見に行くと思うんですけど、そこで客が増えるっていうのを想定してやってんのか、まあ、どうなるかわかんないですけどね。すごいなんか、なんだろうな。どういう化学反応が起きるかわかんないですけどね。これどうなんですかみたいな殺到がいるかもしれないし、その店自体に。まあ、ただそこをなんか相手に狙った可能性もありますよね。ここに俺がいる必要が 何もないというか、このチラシの中で。うん、完全に宣伝 その知名度で使われたっていう。知名度っていうか、なんか言ったらその悪意のある迷惑 YouTuber 的な発想だよね。うん、これいいんですかっていうので有名にさせるっていうかさ。うん、まだそのまま俺が乗ってた方が、それももうやばいんですけど。